おはようございます、ケイシーです。本日は東京駅からお送りしているのですが、今回はここ東京から立山まで特急ビューサザナミに乗ってきた動画をお届けいたします。特急ビューサザナミに使用される250号艇は1993年に登場し、暴走直球の顔として君臨し続けてきたのですが、2024年3月で潮騒の定期運用から撤退、若潮サザナミの定期運用からも6月に撤退してしまいました。それ以降は臨時運用につき、撮影日の9月7日にビューサザナミ、9月8日にビュー若潮が運転されました。今回はビューサザナミの方に乗車してきましたので、その様子をお届けしたいと思います。まず若潮、サザナミといった暴走特急は、京王線の1番線から発着するので、そちらの方に向かっていきます。で、連邦掲示板見てるんですけど、こちら立山って表示されてるんですけど、ビューサザナミとは表示されていないんですよね。途中のみが表示となっています。それでは1番線に向かっていきましょう。で、途中ビューサザナミは9時15分に東京発車で、停車駅は蘇我、五井、木更津、君津、浜金谷となっています。サザナミは新宿サザナミが停車する駅ですが通過するというね、停車駅はたった5駅で縛られてますね。で、1番線に255系特急ビューサザナミ立山行きが到着です。こちらに乗車して立山まで向かいます。あ、でも幕は特急ビューサザナミから表示されず特急サザナミになってますね。昔だったらビューサザナミって方向幕があったんですけどね。それでは特急ビューサザナミ立山行き乗車していきましょう。この列車は特急ビューサザナミ号立山行きです。途中蘇我、五井、木更津、君津、浜金谷に停まります。座席はすべて指定となっておりますので、お手持ちの指定券をお確かめください。グリーン車は4号車です。車内はデッキを含めまして全車両禁煙です。トイレは2号車、4号車、5号車、7号車、9号車の各車両の後ろ寄りにあります。というわけで特急ビューサザナミは定刻通り東京発車、ここが2時間かけて立山まで向かいます。先ほど聞いた通り、坂井正幸さんの案内がされてましたね。 JR 東日本の自動放送の声でおなじみの方。おはようございます。本日は特急ビューサザナミ号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急ビューサザナミ号立山行きです。この先蘇我駅には9時56分五井には10時5分、木更津には10時23分、君津には10時30分、浜金谷には10時54分、終点の立山には11時18分の到着予定です。この列車の座席は全てが指定席です。なお本日こちらの列車東京駅発車時点では全てのお座席がご予約をされております。中里4号車は特別車両グリーン車です。あらかじめご予約されたお座席番号を確かめた上、ご予約されたお座席をご利用ください。早速ではございますが、これより車掌がご案内を兼ねまして車内改札を行います。乗車券と特急券をお手元にご用意の上、お座席にてお待ちください。車内はお手洗いとデッキを含めまして、すべての車両で禁煙です。トイレは2号車、4号車、5号車、7号車、9号車の各車両後ろ寄りにあります。お客様にお願いをいたします。携帯電話をご使用の際には、周りでお客様のご迷惑となりませんよう、デッキをご利用ください。この列車の担当車掌は、木更津統括センターの今並です。次は蘇我駅に停まります。Welcome aboard the View Sazanami Limited Express Bound for Tateyama. We will be stopping at Soga, Goi, Kisarazu, Kimitsu, and Hamakanaya.
All seats on this train are reserved. Please do not smoke in this train. The restrooms are available in cars 2, 4, 5, 7, and 9. If you wish to use a mobile phone, please go to the end section near the doors. The next stop will be Soga. We wish you a pleasant journey. Thank you.ビューサザナミ号ではこの下り列車に限りまして JR 東日本の新幹線在来線特急列車の放送でおなじみの堺正幸様にご乗車いただき車内にて各駅のご案内をしていただきます。どうぞお楽しみください。今一中島を過ぎたあたりなんですが、京葉線ってね、東京から一中島まで近く間を走行するんですよね。そして一中島の次で駅である塩見から地上を走行していきます。くださいましてありがとうございます。この列車は特急ビューさざ波号立山行きです。途中蘇我、五井、木更津、君津、浜金谷に停まります。座席はすべて指定となっておりますので、お手持ちの指定券をお確かめください。グリーン車は4号車です。車内は電気を含めまして全車両禁煙です。トイレは2号車、4号車、5号車、7号車、9号車の各車両の後ろ寄りにあります。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。次は蘇我に停まります。なお本日終点立山の天候は晴れ、最高気温は33度の予報となっています。それでは目的地までどうぞごゆっくりお過ごしください。進行方向右側に巨大な観覧車が見えてきましたが、こちらが葛西臨海公園。観覧車が見えてきたら葛西臨海公園に通過の合図。この葛西臨海公園という駅は京葉線最初の対比との駅となっています。渡っているのが江戸川、東京都と千葉県の境目になるわけなんですが、この川を渡ると東京ディズニーリゾートはもうすぐそこですよ。さてやってきました、こちらが東京ディズニーリゾート。撮影日は土曜日だったんでお客さんも多かったのではないでしょうか。私も小学校の頃修学旅行で東京ディズニーシー行ってきました。今日もご案内いたします。この列車では途中、その列車が終点の建屋の駅まで車内販売の営業を行います。そして東京ディズニーリゾートを過ぎると次は浦安の工場地帯に入ります。いろんな工場群が並んでいる京葉工場地域といったエリアでしょうか。西船橋から南船橋間の二股地線っていうのがあって今映っているんですが、そこほとんどが武蔵野線の車両が走るんですよね。
さざ波は戸が到着前に外房線と合流します。外房線は千葉から阿波鴨川まで行く路線では赤標が運転されていくんですが、さざ波はここ戸だから阿波が鴨川を結ぶ内房線を走行して立山まで向かいます。走る上越本線や山陰本線もスキット線の一つです。
際に一番悩むのは何と言いますと、駅名のアクセントです。ご乗車の皆さんは埼玉県の熊谷は熊谷でしょうか、それとも熊谷でしょうか。録音の時は JR の担当者も立ち会うんですが、それでも後日再録音したケースがこれまで2回あります。一つ目は上越新幹線エルコイザーと長岡の間にある浦佐駅で、最初に浦佐と録音を浦佐で、もう一つは北陸新幹線長野と上越の間にある飯山、最初に飯山と録音したものを飯山で取り直しました。以上、車内アナウンスミニエピソードでした。では引き続き旧笹波号の旅をお楽しみください。改めてご説明させていただきます。本日皆様にご乗車いただいております255系特急電車についてご説明いたします。この255系特急電車は JR 東日本発足後の新型車両としては651系スーパーひたち、251系スーパービュー踊り子、253系成田エクスプレスに次ぐ4番目に作られた特急電車で、1993年にデビューしました。太平洋の青い海や夏のビーチ、房総半島の菜の花をイメージしたカラーリングで、房総ビューエクスプレスの愛称とともに、国鉄時代から使われていた183系特急電車からイメージを一新させました。この青、白、黄色の3色カラーは、後に登場した E257 系500番台や普通列車用の車両にも受け継がれ、房総をイメージする色として定着しました。255系は全部で5編成45両が作られ、少女隊ではあったものの、内房線のビューさざ波、外房線のビュー若潮や、後に総武本線の潮西号でも使用されたほか、臨時列車では中央本線のビュー海事号としても走るなど、多方面に足跡を残しました。デビュー以来30年以上房総半島を中心に走り続けてまいりましたが、今年3月のダイヤ改正でついに定期列車からは引退し、現在は臨時列車のみの活躍となっています。それでは残り短い時間ではございますが、255系のご乗車どうぞお楽しみください。と動画では分かりづらいんですが、内房線は君津を含む特急線区間から単線区間に切り替わります。なので君津から先は途中で列車の行き違いが結構あるんですよね。そして軽さ港を過ぎてこれから橋を渡るんですけど、この橋のとこ結構撮影スポットとして有名で、いい絵が撮れるんですよ。この辺りから東京湾を眺めるところがあります。ちょっと見る方結構あるんでね、途切れてしまうんですけど、でトンネルを過ぎるとまた綺麗な海が見える、その繰り返しですね。
様、内房線の旅いかがでしたでしょうか。ビュー定波号は間もなく終点立山に到着いたします。当列車がお届けしました車窓風景、そして鉄道ロマンなどのお忘れ物はございませんでしょうか。これからも皆様の記憶の指定席に置いていただければと思います。本日はビュー定波号にご乗車いただき誠にありがとうございました。ご案内は坂井正幸でした。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでビュー定波は終点立山に到着です。脱弾の鉄道ファンがカメラを構えて250号系撮影していますね。というわけで今回は特急ビュー定波に乗って東京から立山まで向かう動画をお届けいたしました。それではご視聴ありがとうございました。